これがいい感じよね。尾っぽが見えるね。レナード彗星、撮影中です。と言っても薄雲でライブスタックができなくなっちゃいました。白目直前にもう一回復活です。レナード彗星、最後の撮影です。レナード彗星、撮影中です。もう空が明るくなり始めてます。レナード彗星どうでしょうか。頑張って、撮影中です。レナード彗星、ライブスタック中。ライブスタック、これもうちょっとブラックレベルを下げて、応答カラーバランスを調整して、ミッドレベルを下げて、あ、下げちゃダメだ。上げるんだ。ミッドレベル上げて、ライブスタックの今24枚、100秒まで行きました。ブラックレベルを下げると、尾が見えてきますね。尾が見えてきましたね。ちょっと明るすぎるので、ミッドレベル下げましょう。はい。今、ライブスタック120秒行きました。こんな感じです。オートです。50% ぐらいまで下げるか。ね。そうすると、わかりやすいよね。ブラックレベルを下げます。ミッドレベルを上げます。オートカラーバランスも一回押します。うん。ああ、色合いが良くなったね。高度が上がってきて、薄雲がまだちょっと残ってるけども、薄雲の切れ間に、レナード彗星が復活してきました。さっきは雲に阻まれて撮影できませんでしたが、今は雲が復活して、あ、復活じゃない。雲がちょっと切れて撮影できるようになりました。今48枚3分12秒までいっています。どうでしょうか。ブラックレベルを下げて。オートカラーバランス。どうでしょうか。ミッドレベル上げてみるか。ブラックレベルもちょっと下げよう。あ、下げすぎると尾が見えなくなるもんね。この方が尾がはっきり見えますね。ミッドレベルをさらに上げて。なんか周りが切られてる感じがするけれども、これはどうしてでしょうか。なんか黒い大きなノイズが目立ってますが、まあこれは気にしなきゃ。オートカラーバランスをしょっちゅう調整しないと赤かぶりが目立ちますね。赤かぶりって言うんだ。オートカラーバランスを調整し続けないと赤い色が、ノイズがちょっと目立っちゃいます。やったー。最後の、本日の撮影最後のハガキで、なんとか、レナード彗星、撮影できました。はい。もう白明が始まりそうですけど、始まってんのかな？あ、少し空が、白んできましたね。地平線が白くなってきましたが、まあそれでもライブスタック頑張ってやってます。空が明るくなってきたのでオートカラーバランスの調整をしょっちゅうしないとうまく色が出ない感じですね。どんどん空が明るくなっているのでオートカラーバランスを調整してブラックレベルをどんどん下げていかないと
後ろの空の明るさに彗星が負けちゃう感じですね。オートカラーバランスしょっちゅう調整しないとダメですね。赤くなっちゃいますね。朝焼けの色かな。朝焼けの色を抜くためにはオートカラーバランス1秒ごとに押さないとどんどん明るさが増してくる空に負けちゃいますね。こんなめんどくさいことやるんだ。オートカラーバランスも何秒単位で自動で更新してくれるといいな。彗星の色がいいね、これね。薄明なので尾がなかなかもう見えなくなったりつつありますが、ミッドレベル上げるとまだ見えるか。ブラックレベルも上げると、まあ尾は見えますね。尾は見えます。でも色の調整が難しいな。悪名中の彗星、なかなかいいですね。悪名に負けない彗星、いいですね。ミッドレベルもちょっと下げて、彗星らしくしよう。今、110枚、7分20秒まで行きました。どうでしょうか。薄明中なので、どんどん、夜明けの赤い色が、彗星にまで影響を及ぼしているような感じですかね。まあ、多少薄雲もあるけども、あまり気にならないレベルですね。今117枚、7分52秒。スタックは1枚も失敗していません。すごいな。薄明の中でも、彗星取れちゃうんだ。フィルターとか、レデューサーを外してみると、また面白い映像になるかもしれませんが、今日はとりあえずここまで。これがいい感じだね。尾っぽが見えるね。どんどん空が明るくなっています。彗星がなかなか撮影が厳しくなってます。でも今132枚までいった。8分52秒。10分まで頑張ってくれ。10分まで頑張れるかな。9分超えました。かなり地平線が白くなってきましたね。薄明が本格的に始まっている感じです。ですのでカラーバランスが難しいですね。空の赤に朝焼けの色に負ける感じがします。ちょっと 100% 表示にしてみようか。こんな感じですね。どうしてもなんかカラーバランスがどんどんずれていくんだね。薄明の時間帯は。
まあ、ミッドレベル下げれば、漆黒の闇の中に目立つ彗星の姿がよくわかりますが、あ、10分超えましたね。163万。4秒録音で163万。一応ダーク補正もしてあるので。こんな感じなの。赤色が目立ってないからね、うん、これぐらいだと水星の色って感じしますね。グリーンが目立ちますね。モニターの性能が大きく影響するね、この画面保存だと。明るくなってきちゃいましたね。うわー、かなり白い。それでもまだライブスタック続いてるんだ、すごいね。183枚、12分超えました。あー、でもなんかヒストグラムの山の形がちょっといびつになってきましたね。でもライブスタックしてる画像だからなんとか見れるのか。50% に積めるか。はい、こんな感じです。202枚行きました。13分32秒。ちょっと下の方がもう白くなってきてるな。これは白明の色かな。じゃあここで一回セーブしてクリアしてみましょう。そうするとどんな感じか。もうダメですね。白明ですね。もう無理ですね。一応なんとなく水星らしきものが映ってますが、もう色は調整できないし、オートカラーバランスも調整できないし、オートステッチもちょっと無理ですね。はい、終わりですね。はい、水星撮影終わります。さよなら。